ペシャルイベントクリスマスファンタジー、それはね今回どういうね趣旨でございますかというと、ストーリーブックから飛び出すディズニーの仲間たちのクリスマスでございます。素敵なフォトスポットとかもねいろいろございます。そうなんです、ストーリーブックから飛び出す。というわけで本日は数あるディズニーの名作の中から一つ、ストーリーの方をピックアップして皆様にご案内したいと思います。さあどうしようかな、ライダー君。さあ最近は電子書籍なんていう便利なものができました。今ならねもう何でも世の中に入っているインターネットにもつなげられる素晴らしい。味気がないですね、失礼いたしました。もうちょっとねいい方を作ってくれるかな。そう飾られて、そうそう紙、いやーそう紙の匂いです、いいんです。こちらがさて本日は美女と野獣について皆様にご案内しようと思います。フォトスポットございますからぜひともねこちら見ていってください。それではご案内いたします。美女と野獣の物語、あるお城にわがままで傲慢な王子が住んでいました。あるよ醜い老女が城を訪ね一晩の宿を求めたのですが、老女のみすぼらしさを理由に王子はそれを断ったのでした。すると老女は美しい魔女に変わり、王子を恐ろしい野獣の姿へと変えてしまいました。魔女は一輪のバラの花を残し去っていきます。そのバラの花びらが全て散るまでに王子が人を愛することを覚え、またその人から愛されなければ永遠に呪いは解けず元の姿に戻ることはできないのです。それから10年の歳月が流れました。発明家モーリの娘ベルは町一番の美貌の持ち主で、もちろん空想が大好きな娘でした。さあ娘たちに人気者のガストンはハンサムですがうぬぼれや、美しいベルに熱心に求婚しますが彼女は興味がありません。ある日いなくなった父モーリスを探してベルは野獣の城へと迷い込みます。父モーリスは不法侵入者として無限で道に迷ってしまい野獣に捕らえられてしまったのです。そこでベルは父モーリスの代わりに身代わりとして捕らえられることを申し出ます。捕らわれの身になり失意のベルをポット夫人や時時計のコルスマス、ろうそくのルミエールなど家財道具に変えられた城の召使いたちは心よく受け入れもてなしてくれました。しかし野獣の無礼な振る舞いに耐えかねたベルは隙を見て城を抜け出します。その場所をなんと吹雪の中野生の狼に襲われてしまうのです。ところが駆けつけてきた野獣にその危機を救われるのです。この事件をきっかけにベルと野獣はお互いに惹かれ合っていきました。ベルは野獣を城へ連れて帰り二人で手当てをしたり、小鳥たちが群がっていて人を飼って餌やりをしたり、雪の降った庭で二人で雪合戦をしたり、二人でダンスをしたり楽しい時を過ごしたのです。しかしそこ嫉妬したガストンは野獣がベルがいない隙に野獣の城を奇襲し野獣を徹底的に痛めつけます。そして野獣は駆けつけてきたベルとの再会を果たしますが、背後からガストンに刺されてしまいます。虫の息でもなってしまった野獣にベルは涙ながらにすがり愛を告白します。起きて起きてと起きて激しい起きて起きて、するとなんと野獣の呪いは解け元の王子だった頃の姿に戻ったのです。こうして二人は結ばれ、父モーリスや家財道具の姿に戻った召使いたちと共に末永く幸せに暮らしました。めでたしめでたし。というわけでこちら美女と野獣の物語でした。ありがとうございます。さあこちら
なね、ワコンのワールドバザールを抜けた先、シンデレラ城前のプラザに、なんと美女と野獣のフォトスポットがございます。よろしければそちらの方にありますので、ぜひとも見に来てください。はい、それでは我々はこの辺りで失礼します。この後も夢と魔法の王国東京ディズニーランドで素敵なクリスマスの夢をお楽しみください。お相手を務めたのはジップズームガイドツアーの3人でした。ありがとうございます。それでは皆さん、いってらっしゃい。さあ、よろしければこのままどうぞ素敵なクリスマスの夢を楽しんでいってください。いってらっしゃい。